皆さんこんばんは、若葉キッチンのヒロです。今日はですね、最近の僕のことについて少しお話しさせていただこうと思い動画を作りました。はじめに最近動画の更新がだいぶできてないことをお詫びします。すいません。コロナ禍の情勢もありご心配をおかけしてしまったかもですが、至って元気ですのでご安心ください。理由が3つありまして、まず1つ目が編集にめっちゃ時間がかかるということです。現状僕は一眼で撮影をして iMovie で編集をしています。撮影自体はそこまで時間はかからないのですが、 iMovie での編集、特にテロップ入れと音声入れに結構な時間がかかるんです。ピクセラというサイトで1テロップにつき1枚ごとに写真を作ってですね、挿入してるんですが、5分ぐらいの動画でも50枚以上のテロップ写真を作ってるんです。iMovie のタイトル機能でテロップを入れてもいいのですが、見づらいかなぁと思い地味にこだわってます。もし無料か安価でもっと効率的に編集ができるソフトがあったらぜひ教えてください。2つ目の理由は、自身のスキルアップに向けて勉強中ということです。動画編集をしながらもっとウェブ上でいろんな表現をしてみたいと思ったんです。で、もともと興味があったということもあって、最近プログラミングを勉強してます。業務スーパーのナスの企画が一段落した頃から勉強を始めたんで、その時間に多くを費やしてしまい、動画の編集、撮影ができてないです。ごめんなさい。最後の理由は、実は転職活動をしていたからです。実は僕、現在は介護福祉士としてデイサービスで働いています。でも人生チャレンジしたいと思った2020年、この YouTube チャンネルを開設しただけでなく、なんと6月末で退職するっていうことを2月に決めてたんです。そしたらこのコロナウイルス、結構絶望的に思ってたんですが、なんと縁あって中途採用試験を受けた会社から先日採用のご連絡をいただきました。来月からはとある SNS の運営スタッフとして新たに歩んでいきます。っていうことでですね、これから新しい仕事に向けての勉強もしていかないとなので、時間がない日々が続きそうです。でも今は新しい日々が楽しみで、これから頑張るぞって気持ちでいっぱいです。動画投稿は今後も低頻度の状態が続くかもしれませんが、効率よく編集できるように改善点を考えたりして続けていきたいと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。ということで短いですが、今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。